いや、オレンジ。いや、M。レシートは取ってあるんだろうな。はい、これを見てくれ。ホームについてお願いします。ホームのシステムは実に強固です。プライバシーは完全です。大胆ですね。ハッカーグループへの挑戦ということですか？率直に言おう、デッドセックよ。挑戦したければどうぞやりたまえ。ホーム 2.0 には通用しない。おい、ご指名かよ。ああ、誰だと思ってやがる。やってやろうぜ。だから 2.0 をクラックしようとしてるけど、ほんのちょっと問題がある。なんだ？おい、これ持って下がったら。よし、このチップはちょっと取り出しづらい。新しい OS をジャックするのに全バージョンの機器を使おうとしてもダメだ。なぜか？ポートが違うからだ。資本主義における強制的陳腐化のガイドに従って。だが幸運にも 2.0 についての垂れ込みがあった。ゼロデイだ。そいつは残念だな。だからお前が予約出荷分の 2.0 を襲うんだよ。おせっかいなホワイトハッカーがホームに教えて俺たちがやれなくなる。その前に。お前とテクノロジーの関係は絶対に歪んでる。わかるな？そんなことない。どこにいる？もらっとこ。ゴミ、ゴミ、ゴミ。おお、待てよ。いいものがあったって言ってくれ。違う、ゴミ、ゴミ。おお。おお、すごいもんがあるぞ。これはいいものか？弱かもな。知るか、ホームだしな。よし、こいつを準備しておくから、俺たちにカフェインを頼む。お前らにコーヒーを用意しろってか。はい、こいつはロボットだぞ。俺とお前の分だって。なあ、こいつはノンカフェイン。さて、いいね、ありがとうよ。イエスさん。俺は精一杯やったんだ。お前はよくやってる。うまくいくはずだ。ただ必要な部品がないと。次の部品を見るんだ。作り直すようなもんだよ。ほらよ。おう、いいね、グッジョブだ。おい、ブルーはなしだ。いっそジョッシュには例のやつ飲ませたらどうだ。いや、なんでもない。行くぞ。イエーイ。行かれたデッドセックに、俺たちは最高のハッキングコーディング集団だってな。今のは警察には内緒だぞ。とにかくデッドセックに乾杯だ。行くぞ。イエスさ。ところで見事な塗装だな。ああ、あらあら、素敵な眺め。ああ、そうだな。
ライトフット。さてさて、今からお楽しみだよ。きちんと設定したの？バカ、お前に聞かなくてもちゃんと分かってる。みんな静かにやるよ。ホームの CEO からサプライズの報告があるそうです。どんなサプライズだね。そうなんだ、我が社の最新デバイス、いよいよ発売となるホーム 2.0 だ。よし、やった。ボタン一つ押すだけで。あれってデッドセックのロゴね。しくそ、あの、ごめんなさい、あれについてコメントは。ナイス、止めるんだ。おい、終わり、終わりだ、いいな。デジタル時代の市民たちよ、ようこそ。ホームは騙そうとした。家を監視するシステムを皆に呼びつけることで、プライバシー、安全、利便性を保障したのだ。ホームは皆の生活を売る。実際は、最高入札者に売り飛ばされるために月々の契約料を支払っているのも当然だ。目を覚ます時だ。自分を示す情報を取り戻すのだ。情報を制限できなければ誰かの手に渡るのだ。企業により優遇されることを祈るか、自分でその問題に対処していかなければならないのだ。デッドセックは真実を捨てた。行動を起こせ。屈辱的だ！スティーブン、してやられたな。だが、うるぼれ野郎が約束したらな。しくじったな、スティーブン。最近失敗が多いじゃないか。座れ。君には手段を与えてやった。先手を打てる状況だったのに、よりにもよってテレビでこき下ろすとは。あの映像も細工されているんだろうな。奴らには近づくな。私が責任を持つ。君は私に手出ししたことを弁護士に謝るだけでいいんだ。大丈夫か？大丈夫だな。いいたまえ。それでいい。水を持ってこよう。